どうも皆さんこんにちは、チャクバスです。本日はですね、こちらの SPG アメックスですね、中身が2月24日からマリオットアメックスプレミアムカードにね切り替わる SPG アメックスと、こちらのねヒルトンプレミアムクレジットカードですね。この2枚のクレジットカードはですね、決済額に応じてステータスがね付与していただけるっていうクレジットカードになりますよね。でこちら、ヒルトンプレミアムカードは年間200万円で、こちらのマリオットアメックスプレミアムカードはですね、年間400万円を決済していただくとプラチナステータスになるということで、このね SPG アメックスがマリオットアメックスプレミアムカードにね、発表になりまして、この2つのクレジットカードでね、どっちがいいんだろうって思ってる方ね、結構いらっしゃるんじゃないのかなというふうに思いまして、今回の動画ではですね、この2枚のねクレジットカード比較ねやっていきたいなと思います。ということで、私の方でね比較表を作らせていただきました。こんな感じになっております。まずね、マリオットアメックスプレミアムカードとヒルトンアメックスプレミアムカードですね。まあ件名はですね、マリオットアメックスプレミアムカードはですね、まだね発表されてねすぐですので、件名の方はまだね画像でしかね見ることができません。でヒルトンアメックスプレミアムカードの方はですね、件名はこんな感じになっております。結構ね濃い紺色で結構かっこいいね剣面という風になっております。ここにですねプレミアムっていうね文字が入ってると思うんですけども、まあこれがねヒルトンプレミアムクレジットカードっていう風になります。で年会費はですね、マリオットアメックスプレミアムカードの方が 49,500円税込み、ヒルトンアメックスプレミアムカードの方が税込み 66,000円ということで、年会費の高さというとこちらねヒルトンアメックスプレミアムカードの方が年会費は高いです。で、家族カードの部分ですね、両方ともね1枚までは年会費無料でね家族カードを持てるということで、ご家族でですね決済集めて利用するみたいなね、そういったこともできます。でヒルトンアメックスプレミアムカードに関してはですね、3枚までね無料というふうになりますんで、まあ、この点はですね家族の方がね多い方に関してはですね結構ね有利かなというふうに思います。で還元率の部分ですね、こちらねどちらも100円につきね3ポイントがね貯まるクレジットカードというふうになっておりまして、ヒルトンアメックスの方はヒルトンポイントが貯まって、マリオットアメックスカードの方はマリオットボンボイポイントがね貯まるっていった形になります。でホテルでのね決済に関しては、マリオットアメックスプレミアムカードは100円決済で6ポイント、ヒルトンアメックスプレミアムカードの方が100円決済で7ポイントっていう風になりますので、ホテルでのね利用時に関してはヒルトンアメックスの方がねポイントの貯まり方的にはね、高いっていった形になります。まあ一見ねこちらヒルトンの方がねいいように見えるんですけども、まあ、貯まるポイントはねヒルトンポイントということで、ヒルトンポイントはですね1ポイント1円以上でね使うっていうのは本当にごく限られたね、年末年始であったりお盆とか、まあ、そういったね本当にスーパー繁忙期じゃないと1ポイントね1円以上でねヒルトンポイントって使うのが難しい部分がありますんで、ここはね注意が必要かなと思います。一方ねこちらのマリオットアメックスプレミアムカードの方はですね、貯まるポイントがですねマリオットポイントっていう風になりますんで、マリオットボンボイポイントはですね1ポイント1円以上でね利用することが結構簡単にね現状ではねできるっていう風になりますんで、まあ、今後どうなるかとかですね一旦この場ではね置いておきまして、現状ではですね1ポイント1円以上でね利用しやすいのはマリオットボンボイポイントっていった形になります。またねマリオットボンボイポイントはですねマイルの交換にも優れておりますので、6万ポイントを一度にね、マイルに交換していただくと2万5000マイルにね交換することができますんで、こちらね非常に強い部分っていう風になります。一方ねヒルトンポイントの方はですね1万ポイントで1000マイルっていうね交換レートになりますんで、交換自体はねできるわけなんですけども、かなりねマイルへのね交換率っていうのは良くないですので、まあここでですねマリオットポイントとヒルトンポイントのねここで大きな差がねあるっていった形になりまして、マリオットポイントの方がですね現状ねかなり強いっていった形になります。まあマリオットボンボイポイントに関してはですね、私の動画でもねちょこちょこ話しておりますけども、まあ、マリオットポイントっていうのは現時点ではですねカテゴリー別のシーズン制でね
ホテルにね利用することができるんですけども、まあ、今後ですねダイナミックパッケージも導入されて変動性にね変わっていくっていう風になりますんで、現時点ではですねマリオットボンボイポイントの方はねかなり強いんですけども、今後ねどうなるかっていうのはですねちょっとねまだわからないっていった形になります。もしかしたらね今後ねポイント価値がね結構下がる、まあ変わるかなっていうね部分もねあるかもしれないですね。それでは次にホテルステータスの部分ですね。ヒルトンアメックスプレミアムカードもマリオットボンボイプレミアムカードもですね、どちらも発行するだけでゴールドステータスをね付与していただけるっていった形になります。でステータス自体はですね同じなんですけども、ここでもね大きな違いがありまして、マリオットのねゴールドステータスっていうのはアップグレードであったりレートチェックアウトっていうのはねあるわけなんですけども、朝食はねつかないんですよね。でヒルトンのゴールドステータスっていうのはアップグレードもありますしレートチェックアウトもあって、またね朝食も2名分ね無料になるんですよね。ここはねヒルトンのゴールドステータスのね強みだなっていうふうに思います。まあこの特典もですね私の動画で何回も触れておりますけども、まあアメリカでねこの特典が利用できなくなったりですね、現状ですね今後ねどうなるかっていう部分はあるんですけども、現時点ではですねヒルトンゴールドステータスでは朝食2名分ね日本国内では利用することができますので、こちらねかなり強い部分だなというふうに思います。それは次にですね年間の決済額と更新特典についてですね、まずマリオットアメックスプレミアムカードの方はですね年間決済400万円ね積んでいただければプラチナステータスにねなることができます。プラチナステータスになればですね朝食も2名分利用できますし、ラウンジも2名分利用することができます。でレイトチェックアウトも16時までね基本的には、まあ、混雑状況によりますけどね利用することができて、アップグレードもですねスイートルームをね含めたアップグレード利用することができます。またですね150万円ね決済していただくと無料宿泊券がですね1ヶ月5万ポイントのね無料宿泊が利用することができて、宿泊実績はね15泊ねもらえるっていった形になります。でヒルトンの方はですね年間200万円の決済していただくとダイヤモンドステータスがね付与していただけるっていった形になります。またですね更新するだけで無料宿泊特典がね1泊もらえて、またですね300万円のね決済をしていただくとですね無料宿泊特典がもう1泊ねもらえるっていう風になりますんで、合計2つですね。一応ウィークエンド無料宿泊特典ということで、まあこちらね一応週末でしかね利用することができないっていった形になるわけなんですけども、無料宿泊がですね合計2つね獲得することができるっていった形になります。ヒルトンの方は年間200万円、マリオットの方は年間400万円の決済が必要っていう風になりますんで、ここね結構大きな分かれ目だと思うんですよね。やはりね200万円と400万円なんでかなりね違いますよね。200万円はいけるけど400万円は厳しいっていう人もね中にはたくさんいらっしゃると思いますので、まあ、ここもね、よくね検討していただければなというふうに思います。またですねマリオットの方はプラチナステータスがもらえて、ヒルトンの方はねダイヤモンドステータスがねもらえるっていうふうになるわけなんですけども、一番ねちょっと覚えておいていただきたいのはマリオットボンボイプレミアムカードの方はですね200万円を決済するとプラチナステータスに、ね、なることができますよね。でマリオットのプラチナステータスでいられる期間は決済完了後1ヶ月以内に、ね、プラチナステータスになれるわけなんですけども、達成後1年間プラチナステータスになれるんですよね。1年間でですね、ヒルトンアメックスプレミアムカードもですね年間200万円を決済するとダイヤモンドステータスになりますよね。なれるんですけども、ヒルトンの方はですね達成後翌年の12月末までですねステータスね利用することができるんですよね。こちらね2つとも同じように見えるんですけども、ヒルトンの方はですね仮に1月に達成したとしますよね、200万円。そうするとですねその年の12月ではなくて翌年の12月末まで利用することができますんで、まあ、大体ね2年間ぐらいねヒルトンの方は利用することができるんですよね。ここね両方とも
決済事業でねステータス取れるわけなんですけども、ここね大きな違いがありますので、この点をね覚えておいていただきたいなっていうふうに思うんですよね。ですのでうまくやればですね、ヒルトンの方はね約2年間ねこのダイヤモンドステータスね利用することができるわけなんですけども、マリオットの方はですねどう頑張っても1年間しか利用することができないので、この決済のねこの決済修行のこの緩さっていうのはヒルトンの方がね緩いのかなっていうふうに思いますので、この点ね覚えておくようにしといていただければなと思います。こんなところでしょうかね。付帯保険等々ね、手荷物宅配サービスとかスマホトレクション空港ラウンジっていうのはどちらのカードもね同じっていう風になりますんで、まあここら辺ね、よく比較してですね選んでいただければなと思います。ということで今回ですね、ヒルトンアメックスプレミアムカードとマリオットアメックスプレミアムカードですね、比較させていただきましたけども、ポイントの使い道という意味ではですね、マリオットボンボイポイントの方が間違いなくいいです。現状ですね。今後ちょっとどうなるかはね、わかりませんけども、現状ではですね、マリオットポイントの方がですね、間違いなく使い勝手はいいです。またね、ホテルにも使えますし、またね、マイルにも交換することができますんで、まあこういう意味ではですね、マリオットの方がね、強いかなと思います。一方ね、ヒルトンの方はやはりね年間200万円の決済で最上級ステータスに、ね、なれるっていう点ですよね。ヒルトンの方はダイヤモンドステータスということで、それ以上上にねステータスはないんですよね。まあマリオットの方はですねプラチナになれますけども、その上にねチタンとかアンバサダーとかね、上の上位ステータスがありますんで、まあ、プラチナ取ったからといってこのチタンとかねアンバサダーの方にはアップグレードを上回ることは基本的にないと思いますので、まあ、そういうのをね考慮するとこのヒルトンのねダイヤモンドステータスがね200万円でもらえるっていうのはねいい特典かなと思います。またね300万円決済詰める方はですねウィークエンド無料宿泊特典ね2枚もらえますからね、これも結構すごいですよねっていうところですかね。まあ人によってですねこれがっていうのがねあると思いますので、今回のね比較動画ねよく見ていただいて、自分がねどっちが合うかっていうのをですねよくね検討していただいて利用ねしていただければなと思います。マリオットのはねマイルに交換できるっていう点はねやっぱり強いんですよね。かといってヒルトンがねマイルにも強いかっていうと、ヒルトンポイントっていうのはねマイルにはちょっと弱いので、もう貯めたポイントはホテルで使うしかないんですよね。まあそういう面もありますので、皆さんねよく検討していただいて利用していただければなと思います。ということで今回の動画はねこんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやっておりますんでフォローチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。